ブラックバンド・オーバーズとザ・ウェンズデートの間で行われた1887年の試合のプログラム。選手は2、3、5フォーメーションに配置されている。サッカーにおいてフォーメーションとは戦術の基本となるピッチ上での選手の配置体系を意味する概念である。簡約として人形や婦人の語が当てられる場合もある。11人全員の配置体系を指す場合もあれば、 特定の局面における数人の配置体系を示すこともあるが、本項目では特に断りがない限り、11人全員の配置体系を表すものとして扱う。日本では、システムという言葉も、フォーメーションと同じ意味を表す言葉として、互換的に用いられることが多いが、戦術研究の先進地域であるヨーロッパでは異なる概念として用いられる場合がある。 両者を区別する場合、システムとは点を取ることあるいは失点を抑えることを目指して、ピッチ上の選手が動く際の仕組みのことを指し、フォーメーションとはシステムを実際のピッチ上で再現した際に選手の並ぶ形として現れてくる体型を指すと整理することが可能である。この区別を導入することの意義は見かけ上同じに見えるフォーメーションであってもチームごとに システムが異なれば、全く内容が異なるものになることが容易に理解できる点にある。本記事では、以上の区別を踏まえ、配置体系を表す用語としては、システムを使用せず、フォーメーションを使用するものとする。サッカーのポジションは大まかに、ゴールキーパー、ディフェンダー、ミッドフィールダー、フォワードの4種類に分類される。ルールによって GK は必ず一人をかなければ、ならないが、 残りのフィールドプレイヤー10人の選手をどう配置するかは自由であり、監督の腕の見せ所の一つである。例えば DF が多くなれば守備的なサッカーになるし、FW が多くなれば攻撃的なサッカーになる。サッカーにおいてディフェンダー登録の選手がディフェンダーのポジションに、フォワード登録の選手がフォワードのポジションを取らなければならない決まりはなく、 戦況や戦術によって自由に柔軟にポジションが変化することはサッカーの醍醐味の一つである。ただ単に FW を増やせば点が取れるかといえば MF や DF が少ないボールの支配力が下がる、得点力が落ちるとなるなど単純ではない。フォーメーション同士の相性やプレーする選手の適性や戦術理解度にも左右され絶対的な 最強のフォーメーションは存在しない。代表チームがどのフォーメーションを採用するかには、その国の国民性や文化、サッカーの戦術理解度が反映される。フォーメーションを表す際は、DFMFFW の順番で各ポジションの人数を並べた、4から4から2や3から5から2といった数字の羅列を用いる方法が一般化している。例えば、四から四から二は、 DF4 人、MF4 人、FW2 人で構成されるフォーメーションを表している。同様に3から5から2は DF3 人、MF5 人、FW2 人というフォーメーションを表す。GK が含まれないのは現在の公式ルールによって必ず GK を1人置くことが決まっているためだがヨーロッパでは1から4から4から2のように GK を略記せずに表記する場合もある。 上記の表記法のより詳細な例として、4から2から3から1や、4から3から1から2と4列にわたって、ポジションの人数を表記する場合もある。これはそれまでは一括りに表示していた守備的 MF と、攻撃的 MF に分けて表記する形式で、4から3から1から2であれば、DF4 人、守備的 MF3 人、攻撃的 MF1 人、 FW2 人によって構成されるフォーメーションを表す表記となる。その他、3バックや4バックといった DF の人数のみに注目したフォーメーションの故障も一般的である。DF の数は守備だけでなく攻撃の考え方にも制約を及ぼす度合いが強い、ため、かつては11人全員のフォーメーションの特徴を表現する分類方法として広く使用されてきた。またワントップや ツートップ、スリートップ、ゼロトップ、ワンボランチなど、他の特定のポジションの人数に注目した表記も存在する。サッカーとラグビーは、共に中世のフットボールとイングランドのパブリックスクールでプレイされていたフットボールに期限を持ち、19世紀後半になって手の使用が制限されるサッカーフットボールと手でボールを持って走ることが許されるラグビーフットボールに分かれてまとまった。 最も初期のサッカーでは、現在のオフサイドに相当するルールがラグビーと同じで、ボールより前にいる選手にパスが認められなかった。そのため、現在でもラグビーでは15人の選手の多くが横一線になってラインを形成するが、最初期のサッカーもこれに類似しており、0010や1から0から9、2から0から8というフォーメーションを形成していた。当時のサッカーは、 現在のラグビーのようにボールを前方に向かって、蹴り全員でゴールに向かう、あるいはドリブルで進むというスタイルだった。以後、初期のサッカーにおけるフォーメーションは、オフサイドに関するルールの変更によって大きく影響を受けてきた。20世紀初頭は、3人制オフサイドルールが採用されており、パスのキックの瞬間に受けての前方の GK プラスに、人がいなければ、オフサイドとなった。 その後、二人制、オフサイドルールに変更され、GK プラス一人いなければ、オフサイドにならなくなった。このルールの変更により、ゴールの数が大幅に減ることとなった。V フォーメーション1866年にアウトオブ、プレイ規定が見直され、前にいる選手へのパスが認められた。ただし、ゴールラインとパスを受ける選手の間に、相手選手が三人以上いなくてはならなかった。 このルールを通称三人制オフサイドと呼ぶ。1870年にはボールを手でキャッチすることが反則となり、1871年にはゴールキーパーのポジションが導入された。三人制オフサイドルールの下では、オフサイドラインはかなり高い位置で DF2 人で十分に対応できた。この頃のフォーメーションは2から3から5で、依然としてかなり前がかりで、後ろの選手に比べて、 前の選手がかなり多かった。上から見ると GK 含め V 字に見えるため V フォーメーションと呼ばれた。フォーメーションの歴史はこの2から3から5から守備人数が増えていく歴史であり、現在でもイギリスで左右のサイドバックを単にライトバック、レフトバック、センターバックをセンターハーフと呼ぶことがあるのは2から3から5フォーメーションでのポジション名の名残である。また、 この頃は DF をバックス、MF をハーフと呼んだ。WM フォーメーション1925年にオフサイドルールが改正、ゴールラインとパスを受ける選手の間に相手選手が2人いれば良いことになった。オフサイドラインは下がり、2人の DF で敵の5人の FW に対応するのが難しくなった。そのため、2から3から5フォーメーションのセンターハーフが、 左右 DF の間に入って、ディフェンスを務める3から2から5が主流となった。FW の配置が W 字、DFMF が M 字に見えるため、WM フォーメーションと呼ばれた。WM フォーメーションの FW は、左から、左ウィング左インナー、CF 右インナー右ウィングであり、ウィングと CF が最前線に出て、インナーの2人は、下がり目というポジショニングとなった。 ウィングの上げたセンタリングを CF が叩き、左右のインナーがシュートするのが基本で、下がり目に位置していたインナーが実際には、得点を狙うポジションとなった。DF 陣は、前の二人をハーフバック、後ろの三人をフルバックと呼び、両者を総称して、バックスと呼んだ。1930年代初頭に、この WM フォーメーションを、いち早く採用したのが、クラブチームでは、 アーセナル代表チームでは、ブンダーチームと呼ばれたオーストリア代表だった。1950年代前半にマジックマジャールと呼ばれて4年間無敗の記録を作り、ヨーロッパを席巻したハンガリー代表の MM フォーメーションもこれを応用した。WM フォーメーションのフォワード陣形とバックス陣形を入れ替えたメガワットフォーメーションも生まれた。4から2から4ヨーロッパで、 WM フォーメーションが主流だった1950年代、南米で2の3の5を発展させた4から2から4が、生み出された。ゾーンディフェンスと共に生み出されたもので、FW4 人、DF4 人に加え MF2 人という構成だった。WM フォーメーションの FW5 人、DF5 人に対し MF の2人が講師を兼ね、FW6 人、DF6 人という数的優位を作り出し、 WM フォーメーションを圧倒した。4から2から4は1958年のワールドカップスウェーデン大会で優勝したブラジル代表に採用され一時代を築いた。この後1970年代にリヌス・ミケルスが世界に轟かせて有名になったトータルフットボールもこの4から2から4あるいは次に説明する4から3から3をベースに進化させた戦術だった。 4から3から3 9 6 0年代、4から2から4から変化したもので、FW を1人減らして、MF を1人増やし、バランスを取った。以降、20年にわたり4から2から4と共に、世界の主流となっていった。1970年代には、4から3から3から FW をさらに1人減らして、フォーバックの背後に5人目の d f を置き守備重視で、 カウンターを主体としたスタイルのイタリアのカテナチオや、フォーバックのうち一人を余らせ、攻守にわたってゲームをコントロールする攻撃的なリベロの概念が生まれた。一般的な4から4から2980年代以降は中盤が重要視され、MF の人数が増えた。1982年のスペイン W 杯では黄金のカルテットを擁するブラジルや、 シャンパンサッカーと呼ばれたミシェル・プラティに率いるフランスが4の4の2を採用した。4から4から2はその後フォーメーションの主流となり、現在でも多くのチームに使われ、最もベーシックな形である。一般的な3から5から2、4から4から2同士の対面で相手の2トップに対し DF4 人を置くのは無駄と考え、2人をマークして1人をスイーパーとして余らせる3バックが生み出される。 1984年の欧州選手権で、デンマーク代表監督のゼップ・ピオンテックによって、生み出された3から5から2は、1986年のメキシコ W 杯の時に、アルゼンチン代表監督のカルロス・ビラルドによって熟成し、それ以降、世界中のクラブや代表チームで3から5から2が、増えていった。80年代の後半には、アリゴ・サッキ率いる AC ・ミランが欧州を席巻した。 さっきはプレッシングの発明とともにゾーンプレスをチームに導入した。ゾーンはピッチの地域を選手ごとに分担して守る方法であり、ピッチの横幅を担当する人数はピッチの広さと人数の関係から4人に収まった。DF ラインと MF に4人ずつ並べて4-4の守備ブロックが構成された。残りの2人のフィールドプレイヤーのち数とは FW の位置に置くので、 もう一人を FW に置けば4から4から2、アンカーに置けば4から3から3、トップ下に置けば4から2から3から1の形へと変化した。またこのシステムは、さっきと、創始相愛の指定関係にあるカルロアンチェロッティが、率いた、2014年に、デッシマや、公式戦20に連勝を達成し、史上最強とも称されたレアルマドリードがボールを支配する形で使用し、 さっきとは監督として対照的なスタイルのヨハン・クライフすら認めた。1990年代の後半までは4から4から2といえばイングランドフットボールの代名詞であり、イングランドの多くのクラブがこのフォーメーションで成功を収めていた。そして1977年から1982年までの6年間は、イングランドのクラブがヨーロッパチャンピオンズカップを独占していたように、 この頃のヨーロッパのサッカーはイングランドのサッカーが中心であった。しかし1995年のボスマン判決以後はイングランドに国外やヨーロッパ外からの外国人選手の選手が流入するようになり国内リーグのダイレクトプレイ主義は失われていった。当時は南米やイングランド以外のヨーロッパのチームはボールをキープして試合をコントロールするチームが多くイングランドも その影響を受けるようになっていった。上位のチームが伝統的な4から4から2のフォーメーションをやめて、4から3から3を採用し始めると、それに習うしかない回のチームも4から3から3などのフォーメーションを採用するようになっていった。4から2から3から12000年代、新たな方向性として4から3から3のウィングを、 中盤まで下がらせた4から2から3から1や4から1から4から1、1トップにシャドウを軸とした4から3から2から1、なども誕生した。4から2から3から1は、中央へのプレッシャーが増す現代サッカーにおいて、サイドアタックと中盤の構成力を重視したもので、1トップといっても、守備的ではなく、戦術次第では、高い攻撃力を見せる。からから近年登場してきたのが、 FW をなくし、攻撃的 MF で講師を行うレートップと呼ばれるフォーメーション。セリエ A2005 から06シーズン、当時 AS、ローマを率いていたルチアーノスパレッティがこのフォーメーションを編み出し、その後 FC、バルセロナや UEFA ユーロ2012でのサッカースペイン代表がこのフォーメーションで優勝を飾り、注目を浴びている。アトレティコマドリードのディエゴシメオネは、 中盤をフラットに敷いた4から4から2の形から、前線の2人を守備組織に組み込む非常に守備的な4から6から0のシステムを用い、レアルマドリードと FC バルセロナが10年間独占し続け、2強時代とも称されたリーガエスパニョーラのタイトルを獲得した。3バックは相手 FW が2人の場合を想定する。FW が2人の場合は、FW 対 DF で常に、 数的有利を作ることができる。相手が1トップあるいは3トップでも3バックが取られる場合もある。3バックでは3人全員を CB とするのが普通であり、中央の人数が多いために中央で強さを発揮する。しかし、両サイドに DF がいないため、サイドの守備の大部分を MF が負担しなければならない。 両サイドの MF が守備のために常に下がっていると後、バックのような形になり、非常に守備的なフォーメーションとなる。現在ではフォーバックが主流となり、特にクラブではあまり見られなくなった。スイーパー型スリーバックにおいては、ストッパーの背後にスイーパーを配置するのが一般的である。3人のシ b ビのうち2人が相手にトップに対してマンマークを行い、 残る一人がこぼれたボールをダッシュしたり、中盤から飛び出してくる選手をマークすることで守備を安定させる。しかし、スイーパーの深い配置がゴール前の両サイドの深い位置にスペースを発生させることになってしまうので、サイド攻撃に弱い。フラット型3人の CB を横一列に並べてゾーンディフェンスを行うがあまり一般的でない。DF ラインの人数が少なくて、 横一列に並んでいるのでラインコントロールは非常に行いやすい。最終ラインをゾーンに分けてディフェンスするが3人では個々のゾーンが広くなってしまうためスペースを埋めることが難しい。ゾーンの間に飛び込んでくる選手への対応やマークの受け渡し、抜かれた時のカバーが困難である。フィリップ・トルシエが率いた日本代表が用いた。 通常のフォーバックは4人の DF のうち中央の2人は CB として中央の守備を担当し左右の SB はサイドの守備を行う相手チームが1トップの場合には中央が2対1となりあるいは3トップの場合でも両サイドは1対1中央は2対1となって守備が安定するしかし2トップの場合には 中央で2対2になるので1対1の局面が多くなり、個々の DF の能力が重要になる。DF の数が多いため前線の人数が少なくなるので、攻撃の厚みを増すためには状況に応じて DF のオーバーラップが求められる。通常の戦術としては CB は守備的に行動し、SB は積極的に攻撃に参加する場合が多いが、4人の DF すべてに CB を起用して極端に守備を重視する場合もある。両 SB が攻撃のために常に上がるとにバックのような形になり非常に攻撃的なフォーメーションとなる。フラット型フォーバックではスイーパーを置かず DF を横に並べゾーンディフェンスによって守るのが一般的。DF が4人いることで最終ラインをゾーンに分けてディフェンスしたときゾーンを簡単に埋めることができる。 横に並ぶことにより、ラインコントロールも比較的行いやすい。スイーパー型2人の CB のうち1人を DF ラインと GK の間に配置し、3人の DF をカバーするスイーパーとして機能させる。ストッパーとスイーパーの配置のギャップが、自陣後方にスペースを作り出してしまうため、DF ラインを高くすることはできないが、ゴール前に強固な守備陣を構築できるため、 自陣に引いて守る場合には有効である。最前線に FW を一人置くフォーメーションのことを指す。通常、ポストプレイヤーが起用されることが多い。この場合、FW は自分自身で得点することだけでなく、ボールをキープした上で2列目以降から飛び出してくる。選手の得点をアシストする役割も期待される。1トップに攻撃的。 MF タイプを配置して中盤までボールを受けに来させ、ボールをキープしつつ後ろから湧き上がるように MF が上がってくるのも可能になる。エースローマのルチアーノスパレッティ時代にフランチェスコトッティを1トップに配置し1時代を築いた。このフォーメーションは正規の CF を置かないことにより0トップと呼ばれた。1トップのメリットは MF や DF の人数が多いため、 守備で人数を多くかけることができる。前線にスペースができる。その分、攻撃面で人数を補うため中盤内し、サイドからのオーバーラップが必須で、中盤に総力とダイナミズムが要求される。最前線に FW を2人置くフォーメーションのことを指す。近代サッカーで多く選択されるフォーメーションで、 FW2 人の特徴とその組み合わせによって同じツートップでも様々な戦術が考えられる。例えば一方の FW に背が高くポストプレイが得意な選手を置き、その選手が落としたボールをもう一方の選手に拾わせる。あるいはボールをキープできる選手に前線でためを作らせ、その選手から出されたパスを相手 DF の裏に走り込ませた。 もう一人の瞬速の FW に受けさせる、など。最前線に FW を三人置くフォーメーションのことを、指す。オランダにおいて、現在でも多数のクラブが採用している。左右に一人ずつ位置するウィングと中央でボールを待つ、CF で構成される。ウィングが敵陣深くドリブルした後センタリングを上げ、それを得点力に引いてる CF が合わせてゴールするのが、定石。 前線の人数が多いため個々の能力さえ保つことができれば、半ば強引でも得点機を作り出すことができ、中盤に課せられた役目は前線に良質なパスを一本どし、あとは手詰まりになった時にバックパスをもらうか守備に徹するだけだった。しかし極端にウィングが外に位置する、この構成だとボールの反対側のウィングプレイヤーが余ってしまうことが多く、 また中央もニトップと違いにあやフォアへの蹴り分けがないため能力のある CB にクリアされることも多かったそこでドリブルで攻めているサイドと逆のサイドのウィングが CF と並んで中央によるといったように状況に応じて役割を変化させるフォーメーションが次第に採用されるようになった近年では同じように FW を3人置く3トップでも かつて提唱された戦術と大きく異なる現代的なスリートップがたびたび見受けられる。マンマークが常識だった1980年代前半までは個々の役割が公主ともに細分化されていて攻撃時にはまず相手を抜くことが求められ逆に守備時には自分が担当する選手の突破を防ぐことが重要視されていた。しかし近年ではゾーンディフェンスが主流となり 個々の突破や守備よりもチーム全体での流動的な攻撃と守備及びその二つの切り替えが求められるようになったため、たとえ喫水のウィンガーであっても時にはサイド突破ではなく中央にボールを運んだり比較的フリーになりやすいサイドでパスを受けて味方に渡すというショートポストの役割を果たす必要性が生まれてきた。同時にかつては 前線の3人で攻める一定のパターンを繰り返していたのに対し、個々のスペースを大きく取った前線と細かいパスに有利なコンパクトなトライアングルを形成する中盤の選手とがボールともども入り乱れ、ボールと人の双方が動いてチームでゴールを目指すという動きが主流になった。2011年のバルセロナではリオネル・メッシュをウィンガーより後方の中央に置き、 逆三角形の形になるようなフォーメーションを採用している。メッシュがプレスを避けつつ、ウィンガーにパスも出せ、ウィンガーが押し上げた DF ラインのスペースをドリブルで切り込むことができる。これをメッシュは V フォーメーションと呼んでいる。最前線に FW を4人置くフォーメーションのことを指す。1950年代にブラジル代表がよく使っていたが、2000年代では、 ほとんど使われていない。4から4から2は、フォーバックを主体とした中で最も普遍的で、DF が4人、MF が4人、FW が2人、フォーバックの基本フォーメーションとも言える。理論上フィールドプレイヤーがまんべんなくピッチをカバーできる。そのため、世界的にコーチングスクールの教科書には4から4から2か4から3から3が基礎戦術として掲載されていることが多い。 フラット型中盤の構成が、セントラル MF が2人、サイド MF が2人と MF を横一列に配置し、バランスに優れる。フィールドに選手が均等に配置されているので、守備において個々が分担するゾーンが明確で、ゾーンディフェンスが行いやすい。中盤が一列なので、チーム全体をコンパクトに保つことが容易で、プレッシングも効かせやすい。 高い位置からのプレッシングによるショートカウンター攻撃と両サイドの人数の多さを生かしてサイド MF と SBE によるサイド攻撃が中心となる。中央が手薄なのでセントラル MF には攻守にわたる高い総合能力と豊富な運動量が求められる。イングランドが伝統的にこのフォーメーションを採用している。また派生フォーメーションとして FW の配置が縦配列になった4から4から1から1もある。ダイヤモンド型中盤の構成が、守備的 MF が1人、サイド MF が2人、攻撃的 MF が1人と MF を、ダイヤモンド型に配置し、攻撃を重視する。サイド攻撃は SBE が担当することが多い。ボックス型中盤の構成が、守備的 MF が2人、攻撃的 MF が2人と、MF を、 ボックス型に配置し、構成力に優れる。MF の役割分担が明確で、攻防の素早い切り替えによるカウンターと、中盤での前後のパス回しが容易に行える。攻撃時に使えるスペースが広くあるため MF に起用される選手の特徴の変化によって、攻め方を変えやすくバリエーションを持たせやすい。フォーメーションが縦に長く伸びやすいためプレッシングを行うことが困難で、 前線 MF の後方、ボランチ脇のスペースができやすく、SB に負担がかかる等の弱点を持つ。中央は DF ライン前に DH が残る形になるためブロックを作りやすく、守備が安定しやすい。トレスボランチ型中盤の構成が、守備的 MF が3人、攻撃的 MF が1人で、守備を重視したもの。一見、ダイヤモンド型に似ているが、サイドの MF が、 あくまでも守備重視の役割である場合に、こう表現される場合もある。3人の MF が DF ラインの前に張り付くことによって、守備は強固なものとなるが、攻撃は攻撃的 MF と FW の能力次第となる。攻撃的 MF に高いボールキープ力があれば、守備的 MF や SB のオーバーラップを引き出すことができ、有効なフォーメーションとなる。DF が四人、MF が五人、 FW が1人、MF が5人になることで中盤に厚みを持たせる。FW が1トップとなるため1トップの FW に高い能力が期待され、得点には中盤のサポートが不可欠で、攻撃的 MF の選手には攻撃を組み立てる能力だけでなく、シャドウストライカー的な動きも求められる。4から2から3から1中盤の構成が、守備的 MF が2人、 サイド MF が2人、攻撃的 MF が1人で、サイド攻撃を重視したもの。98年のフランス代表が流行前に採用し W 杯で優勝を飾った。その後、現在では最も多く採用されている。攻撃的 MF が1人、守備的 MF が2人の4から3から3の両ウィングを下げ、サイド MF はウィングのように前線の奥深くまで侵入する。 4から3から2から1その形状から、クリスマスツリーとも呼ばれる。守備的 MF に3人、攻撃的 MF に2人を配置し、中央の構成力を重視した設計になっている。3人の守備的 MF で守備を安定させ、FW1 人と攻撃的、MF2 人の連携による攻撃が基本となる。MF が中央に密集してしまうため、サイド攻撃には、 SBE のオーバーラップが不可欠。AC ミランを指揮していた、当時のカルロアンチェロッティ監督がこのフォーメーションをよく採用していた。4から1から4から1攻撃的 MF が1人、守備的 MF が2人の4から3から3の、両ウィングが下がったのが4から2から3から1であるのに、対し、攻撃的 MF が2人、守備的 MF が1人の4から3から3の、 両ウィングが下がったのが4から1から4から1。また4から2から3から1の陣形から攻撃的 MF を1人アンカーに移動させた場合、中央の2人は守備的 MF であるに関わらずこう表現されることも多い。DF4 人、MF3 人、FW3 人を置き、フィールドに選手が均等に配置されるので、フラット型の4から4から2に近い特性を持ち、 ゾーンディフェンスやプレッシングが行いやすい。中盤の MF の構成で攻撃系を FW に近い位置に置き、中盤の底を2人が務める攻撃的な形。3人ともセンター MF にして状況に合わせて役割を変えるバランスを取った形。アンカーをセンターに配置し、残り2人がテクニカルボランチを務める守備的な形。三人とも守備的な位置に置き、 門番の役割をして、ロングカウンターを狙う形など、中盤の構成によって様々な攻撃パターンを作れるが、中盤の能力や連携によっては、前線が孤立してしまう。ポジションが均等に配置されているため固定的になりやすいので、変化をつけられる選手あるいは戦術がないと単調な攻撃しかできない。スリーバックを主体としたフォーメーションで最も普遍的で、DF が3人。 MF が5人、FW が2人。左右のウィングバックが豊富な運動量で攻守に上下動を繰り返すのが特徴で、両 WB の位置取り次第で攻撃的にも守備的にも変化する。片方の WB を前方に突出させほとんど FW に近い位置でプレイさせる例や、相手のサイド攻撃を牽制するために両 WB とも前方に突出させる得意な例や、 守備を重視して、両 WB を DF ラインにまで交代させる例もある。ドイスボランチ型中盤の構成が、守備的 MF が2人、両サイド MF が2人、攻撃的 MF が1人で、3から5から2のうち最も一般的で、バランスに優れる。守備的 MF が2人いることで、DF ラインの前や WB が上がった時のサイドのカバーが容易で、守備が安定する。 攻撃においては、攻撃的 MF が非常に重要な役割を担うが、WB のオーバーラップや二人の守備的 MF のうち一人が、前線に上がって、攻撃に参加して攻撃的 MF をサポートする。1990年代後半のイタリアや、トルシエ、ジーコ時代の日本代表、国内で流行を見せた。ウンボランチ型中盤の構成が、守備的 MF が一人、 両サイド MF が2人、攻撃的 MF が2人で、攻撃を重視したもの。一人しかいない守備的 MF には広範囲をカバーする、運動量と高い能力が求められる。攻撃的 MF が2人いることで攻撃に厚みを持たせることが可能。だが、攻撃に重点が置かれるシステムのためバランスを考慮し、両サイド MF に SBE の選手を配置する監督が多く、実質は、 守備的な5バックになってしまうことが多い。ただし、攻撃的 MF がワイド気味に開くことで、ウィングバックの負担を減らし、攻撃的かつ、バランスを保つことができる。日本において、1990年代前半までは、3から5から2といえばこのフォーメーションであった。トレスボランチ型中盤の構成が、守備的 MF が3人、両サイド MF が2人で、非常に守備的。 3人の守備的 MF により守備は非常に強固なものとなるが攻撃は2人の FW によるカウンターだのみになってしまう。AS、ローマなどが採用したことがあるがオフェンシブの位置に選手が少ないため得点力に問題がありあまり使用されない。3から4から3は3バックを主体とした DF が3人、MF が4人。 FW が3人という他に比べ前線の人数が多いフォーメーション。両サイドの FW と MF による強力なサイドアタックを展開することができる。数あるフォーメーションの中で最も攻撃的な布陣である。フラット型中盤の構成がセントラル MF が2人、両サイド MF が2人で攻撃を重視したもの。最も均等にピッチ上に選手を配置するので、 ピッチ全体を使いやすく、強力なサイド攻撃が可能であるが、個々の能力とチームプレートの融合が求められる。サッカーでは、難しいフォーメーション。アルベルト・ザッケローニが好んで使用することで知られている。ダイヤモンド型中盤の構成が、守備的 MF が1人、両サイド MF が2人、攻撃的 MF が1人で、極端に攻撃を重視する。 多くのトライアングルを構成することができる。バルセロナのエルドリームチームや国内リーグの無敗優勝を達成したサイのアヤックスのフォーメーションとしても知られる。スリーバックに限定しても現代サッカーにおいては基本フォーメーションとして用いられることは少ないが2002年日韓 W 杯においてフースヒディンク監督が率いた韓国代表はこれに 近いフォーメーション戦術でベスト4の成績を残した。3から5から2を発展させたもので、DF、守備的 MF、両サイド MF までは同じだが、前線をワントップツーシャドウにしているのが特徴。両サイドの MF は WB e として、ピッチを上下移動して、守備、攻撃に参加しなければならないので高い運動量が要求される。比較的守備が安定し、 中盤のパス回しが効果的に行えることにより美しいロングカウンターを仕掛けることができる。3から4から2から1と呼ぶ場合もある。J リーグではサンフレッチェ広島が2018年途中まで約10年にわたり採用していた。トルシエ監督率いる日本代表もシドニー五輪の時など時期によってオプションとして採用していた。DF4 人、MF2 人、 FW4 人のフォーメーション。FW が4人になるため超攻撃的になるが、MF が2人しかいないため、守備面に不安がある。フォーメーションの左右のバランスを意図的に崩して、左右で攻守の対応を切り替えるもの。一方のサイドに攻撃の起点を置くことや片方を攻撃的に、もう片方を守備的にすることなどで突出した。 攻撃能力を持つサイドの選手を活かしたり、チーム全体に変化をつける。3トップ、または1トップの CAF が、トップ下の位置まで、下がり MF として機能する。CF 不在なので0トップ、トップレスフォーメーションと呼ばれる。1列目の並びが、緩やかな V 字を描く。ウィンガーが、FW 登録であれば、ワイドに開いた、超変速にトップになる。 センターのトップがプレスを避けつつ、ウィンガーにパスも出せ、ウィンガーが押し上げた DF ラインのスペースに入り込める。CF のスペースをわざと開けることで、不特定攻撃が可能。激しく、ポジションチェンジを行うことで、相手のマークを外し DF 陣にスペースを生み出し、攻撃を仕掛ける。中盤に人数をかけているため、ボールポゼッションを高められる。ただし、近代では、 守備的なフォワードを置くことが多く、戦術を露骨に出す。このようなフォーメーションは大きく減った。また、後部長などの影響などで、本職の FW 登録ではない中盤の選手がワントップを務めた際に、こう表現されることも多い。例としては、トッティ、ホンダ・ケイスケ、セスク・ファブレガス、トーマス・ミュラーなど、西部健・健ン戦術師、戦術リストランテ、ソルメディア、 2011年 P223 西部賢治新戦術が誕生するメカニズム戦術リストランテソルメディア2011年 P14 から18西部賢治新戦術が誕生するメカニズム戦術リストランテソルメディア2011年 P24 から26ワールドクラブチャンピオンフットボールなどチーム編成を自由にできる サッカーゲームで例トップの配置をした場合、この扱いになる。ドイツ4点大賞、伝統刷新、ゼロトップ、日刊スポーツ、httpww. 日刊スポーツ .com、ブラジル2014、コラム、ツボ、ニュース。 pcltp0 から2014万618から 1319640HTML2017 年10月11日、閲覧。ありがとうございます。